最新のダイエットが入れ替わるたびに手を出しては体がついていかず貧血を起こしたり生理不順になってしまったりリバウンドをして余計に食生活が乱れてしまったなどという話は後を絶ちませんあなたはいかがでしょうか痩せたらもっと若々しく見えるはずだ体重を減らして綺麗になりたい自分に対してそのように思い安易に食事を減らしたり運動をしてみるといった方法を思春期から続けては失敗を繰り返してはいないでしょうか you <laughs> たとえ無理をして体重を減らすことに成功できても結果的に見た目が老けたら台無しです痩せたら綺麗になれると信じて頑張ったのにそれではあんまりですよねしかし流行りの情報ばかりに耳を傾けるのではなくちゃんと基礎的な正しい知識を得てそれを実践することであなたはもうそのような失敗をしなくなります一路しっかりと知識を固めてこれから先はもうダイエットで体調を崩したり逆に老けてしまったり リバウンンドにに悩ままさされるこことののない人生を送りましょうう皆んんどうもこんにちは本要約チャンネルのたけみです今回は大人気ボディーワーカーの森拓郎さんの綺麗な人の吹けない食べ方を解説していきたいと思います今回紹介するこの本は体重を落とすことを目的とするのではなく美容と健康の観点から大人の女性が正しい食事と運動を行って吹けずに美しくなることを目的としております 今、女性と述べましたが、当然のことながら、健康的で若々しく、美しく痛い,い男性にとっても、非常に重要な内容となっております。ですから、男性の方もしっかりと今回の知識を頭に入れてほしいと思うんです。私たちは、外から入ってくる最新情報に対して、受け身になるだけではなく、自分はどう綺麗になりたいのか、そうなるには、今の自分に何が必要なのか、何をすべきなのかを自分で考え、 選択し具体的に表現できることを目指していきましょうそのためには正しい食事や運動睡眠といった基礎的な知識をもとに自分の生活習慣を振り返って自分が求める美しさに反する悪い習慣があればやめて良い習慣に変えていくことまずはそれからですそしてそれが全てでもあります 本日ご紹介する方は食事に関する言っちゃえば当たり前のことが書かれておりますしかし当たり前のことと言ってもみんなそれができていないからきれいに痩せることができないんですなぜそれが必要なのかを理解していないためにすぐに効果が出るとか楽に痩せると甘い言葉で歌ったダイエット法に手を出してしまうのではないでしょうか本日は本書で紹介されている4つの老けない食べ方のうちたるまない食べ方やつれない食べ方 またくすまない食べ物の3つにフォーカスして解説していきたいと思いますその中でも簡単に理解でき実践できそうな内容をピックアップしてご紹介していきますこれは今の自分に欠けているなとか分かっていたけれどできていなかったなというポイントがあれば新しく始める健康・ 美容の習慣として生活の中に一つでも取り入れれてていいただければ嬉しく思いますとても勉強になる一冊でしたのでこの動画を見ることによってこの本いいなと思っていただけましたらぜひ一度手に取って読んでみることをお勧めいたしますそれでは早速いきましょうそれでは本日のお品書きは次の通りです1言でたるまない食べ方について2言でやつれない食べ方について3言でくすまない食べ方について解説していきたいと思いますそれでは では早速一元のたるまない食べ方から解説をスタートしていきましょうかさてまずは年齢とともに体がたるんでしまった感じがすると感じている方やたるみふけを防ぎたい方へ質問です次のような生活習慣を送っていないでしょうか1糖質制限を常にしていて主食のご飯かっこ炭水化物を抜いている2 運動習慣がない。3. 早く痩せたいので、食事制限と激しい運動を合わせてしている。4. 時々断食をやり、その後は体調を崩したり、食事が乱れて暴飲暴食になりがち。さて、このような習慣をやってしまっている人はぜひ気をつけてほしいんです。これは全てたるみふけにつながってしまうと著者は言うんです。たるみふけになると、次のようなことが起こってしまいます。 ほぼ隠れ肥満 BMI は20前後なのに体脂肪率が30%近くあるメリハリのない体姿勢が悪いお尻が垂れている二の腕がプニプニ太ももがプヨプヨ綺麗になるどころかより年齢を感じるように見えてしまうんですたりみふけを解消するにはどのようなことに気をつけたらいいのでしょうか次の3つがポイントでございます1糖質制限には落とし穴がある 2. 栄養素バランスに優れた和定食 3. 週2回のジムより毎日ちまちま動くことではこれらを一つずつ具体的に取り上げて解説していきたいと思いますそれではまず一つ目のたるみふけを回避するためのポイント糖質制限には落とし穴があるから解説をスタートしていきますさて痩せるために多くの人が当たり前ようにするのが 糖質制限でではないでしょうか確かに糖質制限をして痩せることができたという体験談はたくさん聞きますが。 糖質制限には痩せた後に落とし穴があることを知っていただきたいと著者は言うんです一時的な糖質制限だけで痩せた場合それをやめるとまた太るという結果になってしまうんですなぜなら極端な糖質制限は筋肉量を減らしてしまうからですまた糖質制限により筋肉が糖質を消費してエネルギーにする能力が落ちてしまうそうですそのようになってからいずれ糖質制限をやめる時が来たら食事で 取った糖質が消費しきれずにあまり筋肉よりも脂肪の方がつきやすくなってしまいますこれを繰り返し脂肪が多く筋肉の少ないたるんだ体になってしまうと老けて見えてしまいますたとえ体重が若い頃と同じであっても見た目が全然違いあの頃のメイクや服装がもう似合わないなんていうことになってしまうんです 老けることなく、綺麗に痩せたいのであれば、あれを食べれば美容にいいとか、あれを食べないようにすれば太らないなどという情報を、あちこちからつまんできて、偏りのある食事制限をするよりも、もう一度、基本の食べ方に帰って、衰え、下がってしまった代謝力を取り戻すことをお勧めいたします。体脂肪とともに、筋肉も失ってしまうと、老けて見えますし、筋肉を失ったことのつけは、 後からリバウンドといいう形で戻ってきてきしまいますそうならないためには、たとえ食事の量を減らすにしても、すべての栄養はバランスよく取るということが鉄則になります。ダイエットをしたい人からは、糖質は太るもので悪とされがちですが、我々のエネルギー源であり、生きるために必要な栄養素であることをお忘れなく。 栄養バランスのとれた食事をといった文言は誰もがね、これまで耳が痛くなるほど聞いてきたと思いますが、それを守れている人が実際どれほどいるでしょうか。 エネルギー源となる糖質、筋肉などを作るのに必要なタンパク質、ホルモンの材料になる脂質、これら三大栄養素に加えて、これらの代謝に不可欠なビタミンとミネラルをバランスよく食べること、あとは適度に体を動かし、筋肉を使っていれば、わざわざ辛い糖質制限をしなくても、糖質を有効活用できる代謝のいい体になるのです。 それでは次2つ目のたるみふけを回避するためのポイント栄養素バランスに優れた和定食について解説していきたいと思います三大栄養素のタンパク質頭文字は P 脂質 文文字は f 糖質頭文字はは f 糖質 c この3つのバランスはここからはそれぞれの頭文字を取って PFC バランスと呼ぶことにします PFC バランスをよく取るのに適した食事は和定食であります吹けないための理想の PFC バランスは次の数値がベースになりますタンパク質 P15 から20%脂質 F20% から25%炭水化物 C 55から60%このように言うとね、いちいち量を計算するのがめんどくさいよという人いるかと思います。でも大丈夫です。和定食にしてご飯、味噌汁、焼き魚、野菜の煮物、豆や海藻類の入った小鉢を揃えることができれば、ちゃんとバランスが整います。注意していただきたいのは、プロテインとビタミンのサプリのみといったようなやり方が NG であるということです。綺麗に痩せたいのならば、サプリなどからでは なくて食事からしっかりと栄養を取るようにしましょう出勤中のランチや人とご飯を食べに行く際は必ず和定食が食べられるわけではないでしょうから別のメニューを選んだとしても PFC バランスが良くなるようになるべく意識して注文しましょう 例えば和食であれば、そばは PFC バランスがかなり優秀な食材です。ランチで何を食べるか迷ったらそばを選び、トッピングにタンパク質が取れるものを選ぶと良いでしょう。 納豆、卵、豆腐などで OK です。それに、サラダや野菜スープといった野菜メニューを追加すれば、ビタミンやミネラルが補えます。フレンチやイタリアンのディナーを食べに行くのであれば、コース料理を選べば、PFC が整いやすいです。脂質は、肉や魚といったタンパク質とともに取ることができるので、パンがメニューに含まれている際は、フランスパンなど脂質が少ないものを選ぶと良いでしょう。 パスタはオイルベースでないものがおすすめです。もしあれば醤油など和風パスタがおすすめになります。脂質も体に絶対に必要な栄養素ですが、取りすぎにならないように気をつける必要があります。サラダのドレッシング、ポタージュやクラムチャーダーといったスープも脂質が多いということを覚えておきましょう。 このような感じで PFC やビタミン、ミネラルをバランスよく取れるよう意識できるようになってくるとたるまない体に近づきます。それでは次3つ目の たたたるるみふけをを回避すすめののポイント週2のジムより毎日ちまちままま動くことと解説していきたいと思いき思さて、たるまないためには、日々体をしっかりと動かして、摂取したエネルギーをフル活用し、筋肉を作り、脂肪を燃やすことも重要です。健康的に痩せたいから、デスクワークで運動不足だからと、週に数回ジムに通うなどして、運動を取り入れている人も結構いるかと思います。しかし、 現実はね、ジムに行っているにもかかわらず、それでもなぜか痩せないよと悩んでいる人が結構多いようです。その原因には、ジムに行かない日の消費カロリーが少ないからということが挙げられます。痩せない人は、結局ジムに行かない日は運動をほとんどしないため、1週間で平均すると理想の消費カロリーに到達しないんです。それならば、ジムに行く回数を増やせばよいのかとなりますが、新たに時間を取ったり、 続かなかったりとなかなか難しいかと思います。オーバーワークやそれによる反動的な過食にも気をつけなければいけません。そこでおすすめなのは普段の生活の中でより動く工夫をすることなんです。一日7000歩のウォーキングで約200カロリーの消費をベースに階段を使うとか立って作業するとか歩ける距離は積極的に歩くなどちまちま動いて消費カロリーを稼ぐことがポイントになります。ちょっと ちょっとした毎日の積み重ねで1週間のトータルカロリー消費量に差が圧倒的に出ることになります。ジムに行かない日が運動不足にならないように普段からちまちま動く癖をつけていこうではありませんか。それでは一元の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。たるみふけを防ぐ習慣のまとめです。 ポイント1、痩せても綺麗いで痛いのであれば、糖質制限など偏った食事はしないこと、食事の量を減らすにしても、PFC やビタミン、ミネラルといったすべての栄養はバランスよく摂ることが鉄則。おすすめの食事は和定食。 ポイント2流行のダイエット法を追いかけなくても基本の食べ方にかえって筋肉を維持または増量しつつ代謝力を取り戻せば糖質を有効活用できる太りにくい体になれるポイント3週に2回ジムに通うのも良いがそれ以外の日にエネルギー消費量が少ないと結局痩せない普段の生活の中でより動く工夫をして毎日ちまちま動いて消費カロリーを稼ぐのがおすすめ それでは次2件で、やつれない食べ方について解説していきたいと思います。さて次は、痩せると綺麗になるどころか、老けて見えるようになってきたと感じる方や、やつれ吹けを防ぎたい方へ質問です。あなたは次のような生活習慣や症状がないでしょうか ?1、1日の摂取カロリーは基礎代謝以下。2、たくさん食べたいのに食べられない。3、よく噛まない。4、便秘や下痢をする。 さて、これらの生活習慣とか症状がある人はぜひ気をつけてください。これらはすべて、やつれふけにつながってしまうと著者は言います。例えば、やつれふけになると、次のようなことが起こります。頬がこけている。シワっぽい。よく肌荒れする。顔色が悪い。このように、綺麗になるどころか、ふけ込んで、不健康そうに見えてしまうというわけなんです。やつれふけを回避するためには、どのようなことに気をつければいいのでしょうか 次の3つがポイントでございます1プロテイン食品だけに頼らないこと 2、腸内環境を整える3、しっかり噛みゆっくり食べるではこれらのやつれふけを回避するためのポイントを一つずつ順番に取り上げて解説していきたいと思いますそれでは一つ目のやつれふけを回避するためのポイントプロテイン食品だけに頼らないことを解説していきたいと思いますさて昨今はプロテインつまりタンパク質に大きな注目が集まりプロテインを手軽に取れるというドリンクやスナックが流行っておりますよね コンビニなどにもよく置いてあるかと思いますプロテインによるカロリーは太りにくそうだからいくらとっても気にならないプロテインをたくさん取れば体が丈夫になり体に良いなどと思っている人はいないでしょうか朝食はプロテインドリンクだけお昼はプロテインバーだけおやつはプロテインチョコ こんな食生活をあなたは送っていないでしょうか著者はそのような考えや食生活には警鐘を鳴らしております。確かに現代人の食生活は糖質が中心となり、タンパク質が不足がちと言われていたり、タンパク質は消化酵素や筋肉、 骨、細胞の材料となる大切な栄養素であることには間違いないんですが、だからといって、タンパク質ばかりを多く取っても意味がありません。取っても使えなければ逆に負担になってしまうだけなんです。タンパク質をうまく取り込み、骨や細胞などの材料として使えるようになって、初めて新陳代謝が活発になり、お肌や筋肉に張りが戻り、ハリツヤのある若々しい見た目を維持するのに貢献してくれるんです。そのためには、 消化酵素を増やすことが大切ですから、タンパク質の分解をサポートする食材を摂ることをお勧めします。例えばフルーツ果汁や お酢梅干しなどから取れるクエン酸類大根マイタケ麹を使った食品などが挙げられますそれらを食前や食事の中に取り入れるだけでタンパク質の消化吸収力が上がりますプロテインだけで食事を済ますといったことはやめて適量のタンパク質とタンパク質を生かすための食材を一緒に取るようにしていきましょう それでは次2つ目のやつれふけを回避するためのポイント腸内環境を整えるについて解説していきたいと思いますさて タンパク質ののり過ぎには別の懸念もあるんですそれは大腸の環境を悪化させる可能性があるということです消化吸収されずに過剰になったタンパク質は大腸で悪玉菌の餌になり悪玉菌を増やしてしまう原因になるんです日頃からタンパク質の摂取量が多くガスでお腹が張りやすい便秘や下痢になりやすいという人はそのタンパク質の過剰摂取が原因で悪玉菌が大腸で増え腸内環境が 悪化している可能性もあります。もちろん 腸内環境が悪化する原因は他にもいろいろとあります例えば胃酸の働きが弱いことは小腸の環境に悪影響を与えます食べ物についた菌や口に入ってくる雑菌は本来は胃酸により死に絶えますしかしその働きが弱いと雑菌が小腸まで到達しそこで増殖してしまうことがあるんですするとこれらの菌は小腸で吸収するはずの栄養を横取りしてしまいますそうなると栄養 コロスを摂っているはずなのに体は栄養失調になり見た目がやつれたり お腹がが張る下痢や便秘といった腸のの不調のサインが現れますこの状態をシーボと言います。日本語では小腸内細菌異常増殖症と言います。このシーボになってしまうと通常1万程度の細菌がその10倍にも増殖し私たちが食事から摂取した栄養を横取りしてはさらに増え続けていくんです。腸内環境を整える発酵食品や食物繊維もシーボの時は逆に細菌に餌を 与えるるるるここととににににななので一旦ストップして胃酸が正常に出るように対処をすすりますシーボレないときは腸内環境を守るために善玉菌の餌になる水溶性食物繊維やオリゴ糖良い菌を含む発酵食品や乳酸菌飲料などを毎日摂りましょうそして悪玉菌の餌になるタンパク質の摂りすぎや加工食品をできるだけ避けるような食事内容をできる限り心がけてほしいと思います それでは次3つ目のやつれふけを回避するためのポイントしっかり噛みゆっくり食べるについて解説していきたいと思いますさてこれは健康的な食事をする上で基本中の基本でありますそして誰もが大切だと分かっているのに多くの人ができていないことを思い出していただきたいと思いますそれはよく噛んで食べることしっかり噛んで食べることのメリットは次の2つです 1>, 1、唾液が多く出て消化酵素の分泌が促される。 2食欲を抑えるヒスタミンと熱代謝を作るレプチンなどのホルモンの分泌が促されるこのように咀嚼は食べ物が消化されやすいように細かく噛み砕くためだけではなくて消化吸収と代謝のサイクルを整えるためにも大事なんですいつも柔らかいものばかりを食べずに食材の噛み応えを生かしたメニューも選びよく噛むことを意識して食べる習慣を身につけていただきたいと思いますこのような誰もが が知っている健康のために良い些細なことの積み重ねもやつれふけを防ぐ一つの要因になりますそれではこの辺で2元の内容をまとめておきたいと思いますポイント1タンパク質を多くとっても使えなければ意味がなく逆に負担になるだけタンパク質の分解をサポートする食材も一緒に摂ることでタンパク質の消化吸収力が上がる ポイント2過剰にとって吸収されずに余ったタンパク質や加工食品の添加物は悪玉菌を増やし大腸の環境を悪化させる原因になる善玉菌の餌になる水溶性食物繊維やオリゴ糖、良い菌を含む発酵食品や乳酸菌飲料などは腸内環境を守るために積極的に取ろう ポイント3しっかり噛みゆっくり食べることは体に良いと誰もが分かっていながら多くの人ができていない消化吸収と代謝のサイクルを整えるためにも食事の際はしっかりと咀嚼することを癖づけようそれでは次ラスト3言でくすまない食べ方について解説していきたいと思いますさて次はスキンケアを頑張っているのに肌のくすみが悪化していると感じている方やくすみふけを防ぎたい方へ質問です あなたは次のような生活習慣をやってしまっていないでしょうか1ミネラル系のサプリを飲んでいる2添加物の多い加工食品を食べることが多い3清涼飲料水や甘いものが好きでよく買う4揚げ物が好きでよく食べるさてこれらの生活習慣をやってしまっている人はぜひ気をつけてくださいこれらはすべてくすみふけにつながってしまいますくすみふけになると次のようなことが起こります1 お肌がくすんでいる2ハリがなくシワも多い3顔色が悪い4皮膚が硬いさてこのようになってしまうとね見た目が元気なくどんよりとしてしまうんですくすみふけを回避するためにはどんなことに気をつけたら良いのでしょうかここでは次の2つを解説していきたいと思います1ミネラル不足がくすみ肌を作る 2、に貧血を改善することはマスト。ではこれらを一つずつ順番に取り上げて解説していきましょう。まずは一つ目の、くすみふけを回避するためのポイント、ミネラル不足がくすみ肌を作るから解説していきましょうか。さて、第一印象で若々しく見えるか、年齢よりも上に見えるかは、 お肌のコンディションによって大きく左右されるということを皆さんは知っていたでしょうか特にお肌がくすんでいると実年齢よりもぐんと上に見られてしまうことがあります肌荒れを起こす原因といえば睡眠不足や夜更かし 喫煙、日焼け対策を怠るといったことを思い出す人も多いかと思いますが、見落としてはいけないのが食べ物であります。くすみが起こる原因の一つに、肌の新陳代謝が悪くなり、ターンオーバーが遅れることが挙げられます。新陳代謝が正常にできなくなる理由には、 加工食品の摂取が大きく関係しております加工食品は加工する過程でビタミンやミネラルが失われます現代人はそもそもミネラルが不足している傾向にあるので加工食品ばかりに頼るとそれらが圧倒的に不足してしまいます糖質やタンパク質を代謝させるのに必要なミネラルが不足すると肌や髪などの細胞が古いものから新しいものへと入れ替わるのに必要以上に時間がかかってしまうんです さらに加工食品からは砂糖や添加物を多く取ってしまうので体の中で酸化や糖化が促進され細胞がダメージを受けてしまいますこうしてミネラル不足と砂糖や添加物による酸化や糖化の影響により皮膚などの新陳代謝が妨げられてしまい年齢を感じるくすんだ顔色になってしまうというわけなんです他にもくすみふけを作る原因としては空腹時に甘いものを食べたり脂質過多の食事をすること ストレス、過度の運動、飲酒なども挙げられます。どれも聞くだけで、体にとっていかにも良くないことだと分かってはいても、それなしにはやってられない。どうしても避けることが難しいよと、そういった環境にいらっしゃる方も多いかと思います。楽にね、守れることなら誰も苦労しないんです。体に悪いから、絶対にやってはいけないと。 ガチガチに抑えすぎることも逆にストレスになりすぎる可能性があるので月に1回とか20日に1回とかそれを守らなくても良い日つまりチートデーを作ってみるのは良い工夫ではないかと思いますそもそも老けない食べ方は栄養バランスをよく取ることが大事でした健康的に綺麗に痩せるためにはカロリーを取らないために糖質や脂質をガクッと減らすとか筋肉を増やしたいからタンパク質ばっかり大量に 取るとかそういった偏りを作らないことが重要それが若々しさを保つ食事の基本なんですそして三大栄養素である糖質脂質タンパク質を最大限に活かすのが現代人に不足しがちなミネラルであります特に大事なミネラルはマグネシウム亜鉛、鉄の3つです タンパク質の合成には、アインやマグネシウムが、エネルギーの酸性には、マグネシウムと鉄が不可欠です。さて、ではこのミネラルの不足を改善するためには、私たちはどうすればいいのでしょうかまずね、最初にサプリに頼るのはおすすめしませんと申し上げておきましょう。これらは、そもそも体に吸収されにくいので、その吸収を助ける栄養素と一緒に摂るために、食物から摂取しましょう。ミネラルを上手に取るには、一日の食事を、 孫は優しい中心の内容にすすることです別の動画でもご紹介したことがありますが、この孫は優しいは各業界で活躍する数々の著名人の食生活を指導するカリスマ栄養アドバイザー安心予防医学研究所所長の山田豊文氏が提案した食事法です。 すでにご存知の方もミネラルの宝庫である孫は優しいをサクッとおさらいしておきましょうまず最初の間は豆です積極的に取りたいのは大豆類枝豆納豆豆腐などマグネシウムが豊富でありますその他の豆や缶詰も OK です次は5ゴマ、かっ種子類です ごま、アーモンドなど、ごまはすって使いましょう。すべてのミネラルが含まれる優秀食材であります。次ははワカメ、カッコ海藻類であります。ワカメや昆布海苔など、海藻類は一度に多く取ることを考えず、こまめに取りましょう。ひじきに関しては、鉄分があまり多くないそうです。次はや野菜、 っこ緑黄色野菜です。根菜を含む野菜類全般。同じ種類をたくさん取るのではなく、いろいろな種類を取るということを押さえておいてください。次は、サ。 魚かっこ魚介類ですカツオやマグロなど赤身の肉アサリやシジミなどにミネラルが多く含まれております次はしシイタケかっこキノコ類ですシイタケナメコシメジなどですミネラルだけでなく栄養価が高いのでキノコ類は積極的に食べましょう次はい芋でございます里芋。 じゃがいも、さつまいもなど、糖質は多いですが、時間をかけてゆっくり消化されますから、消化吸収力が低い人にもおすすめであります。さて、いかがでしょうか特に、手に入れることが難しい食材だとか、高価で手を出しにくいような食材はありませんよね。この孫は優しいが揃うと、栄養満点でミネラル不足が改善できるのに加えて、食卓やお弁当箱の中が、色鮮やかで豪華にも見えるはずです。 吹けないい食事法とししてててぜひ採用してみてくださいそれでは次2つ目のくすみふけを回避するためのポイント貧血を改善することはマストについて解説していきたいと思いますそれでは最後にミネラルのお話の中で取り上げた鉄について重要なのでもう少し詳しくお伝えしたいと思います鉄は 血液を構成する成分の一つで赤血球の中にあるヘモグロビンの材料ですよって鉄分が不足すると血の色素であるヘモグロビンも減り血色が悪くなるため肌がくすんで見えるんですさらに酸素が全身の細胞に行き渡らなくなり酸欠やエネルギー不足めまいや疲労感が出るなどさまざまな不調の引き金にもなります女性は特に生理の影響もあり貧血になりやすいので日頃から手 鉄分不足には注意しましょう貧血は様々な不調を引き起こしますので甘く見てはいけません鉄分は体に吸収されにくいので鉄分の吸収を助けるビタミン C やクエン酸とともに食材から摂ることがベストですビタミン C やクエン酸は果物や緑黄色野菜に多く含まれておりますまた赤血球を作るビタミン B6 ビタミン B12 葉酸を多く含む大豆 海藻類赤身の肉や魚そして代謝に必要な栄養素も合わせて摂ることが大切ですこのように言うとねいちいちそれらを食べるのめんどくさいよとか覚えているのめんどくさいよと思われる人いるかもしれませんが安心してくださいこれらの栄養素は先ほどご紹介した孫は優しいの食事法を実践すれば補うことができますサプリや鉄材では体に負担が大きく吸収できないと腸内環境の悪化につながりますので食材 他の栄養素とと一緒に摂ることをお願いいたします最後に貧血の人に起こる症状や貧血を起こしかねない生活習慣をお伝えしますあなたは鉄分や鉄分と一緒に働く栄養素をしっかりと取れているでしょうか次のような症状が一つでもあれば貧血または貧血気味の可能性があります貧血度チェック1めまいや立ちくらみがする 2. 顔色が悪いとよく言われ、肌がくすんで見える。3. 疲れやすく、なんとなくいつも体がだるい。4. ちょっとした坂道や階段で動機、息切れがする。5. 外食や市販の弁当を食べることが多い。6. インスタント食品や冷凍食品、加工食品をよく食べる。7. ダイエット中である。 8. 爪の色が白っぽくて割れたり欠けたりするさていかがでしょうかこれらに当てはまった方はもちろん大丈夫だった方もこの機会にいま一度栄養素の偏った食事をしていなかったか自分の食生活を振り返ってみましょうそしてぜひ孫は優しいを中心とした老けない食事を実践してみてくださいそれでは3言の内容をまとめておきたいと思いますポイント1 硬質やタンパク質を代謝させるのに必要なミネラルが不足すると肌や髪などの細胞が古いものから新しいものへと入れ替わるのに必要以上に時間がかかってしまうためくすんだ見た目になってしまう。 ポイント2マグネシウム亜鉛鉄をはじめとしたミネラルは体に吸収されにくいのでサプリはおすすめしない吸収を助ける栄養素とともに食事から取ること孫は優しいが揃うと栄養満点でミネラル不足が改善できるので吹けない食事法としておすすめポイント3鉄分が不足すると血の色素であるヘモグロビンも減り血色が悪くなるため肌がくすんで見える孫は優しいを中心とした栄養バランスの良い食事 から鉄分や鉄分と一緒に機能する栄養素を摂取し貧血を改善しよう。 さて皆様いかがでしたでしょうかお疲れ様でした。今回はね、特にめちゃめちゃ目新しいよという話はなかったかもしれませんが、いかに健康な体づくりに大切な基本的なことを忘れたまま、流行りのダイエット法や美容法ばかりに飛びついてしまっていたのか、見直すことができるきっかけとなりましたら、大変嬉しく思います。本書では、今回の動画ではまだまだ紹介しきれなかった部分がありますので、ぜひ興味のある方は、本書を一度手に取って、深く勉強してください。 勉強されてみてください吹けないために普段の生活習慣で気をつけること吹けない食べ方の朝、昼、夜の食事例や吹けない体を作る運動メニューまで盛りだくさんな内容になっております本日は以上になります この動画が良かったよという人は私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながりますので高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いしますまた本要約チャンネル論文解説チャンネル残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れていただけるととても嬉しく思いますではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽し おししみにしておりま,すよまた次の動画でお会いすることにしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。